私3歳と5歳の子供いて、お母さんとお父さんがずっと見てくれてて。ほんまアホかって、親の立場からしたらやってほしくない仕事やね。普通は子供かわいそうやなとは思うでしょうね、みんな。かわいそうって思われてる方がかわいそう。結局はお前に何がわかんねん、何も知らんやん。暗くなってそうな気もするけど。お子さんと約束もしその時点でされてるんだったら早く切り上げようとかはなかったんですか？喧嘩するともうあかん、もうあかん。今も応援してるんですか、その仕事に対して。福さん今もうぶっちゃけた本音で、本音お疲れ様です。おはよう。今日めっちゃ緊張してました。緊張してたん？なんで？久米社長がおるから。締め日の時点で1位で、金もない状態で。離婚して、でそこからもずっとお金なくて、今日は今から友達の車で実家行きます。週末いつも土曜日か日曜日に帰ってるんで、子供に会いに帰ります。お子さんってご自宅にいるんじゃないですか？いや、実家で見てもらってて、お母さんとお父さんに。最初は通ってたんですけど、やっぱなんか体調面とかもお母さんが考えてくれて、この夜やってる間は頑張りみたいな言ってくれたから、大阪引っ越しました、一人で。すみません、ディレクターの伊庭と申します。僕乗っても大丈夫ですか？すみません、お邪魔します。ちなみにご実家ってどこなんでしたっけ？姫路の手前、これなくて1時間半ぐらいか。お友達の方はこれを送り迎えに来るってことですか？実家帰るときになんか子供と一緒に遊びたいみたいな感じでついてきてくれるんですよ。一人で二人遊びに連れていくんて体力使うくて、まあ仕方ないんですけど、自分の子供かのように遊んでくれるやんな。かわいすぎてどれぐらいのお付き合いなんですか？みくちゃんが働いてたお店にお客さんとして行って出会いました。その前からみくちゃん知ってたんですよ、 SNS で。え、おると思って指名しました。地元の友達なのかなって思っちゃって。まだ仲良くなって1年経ってないやな。普段いろいろお世話になってるんで、力になれることあったらなみたいな。なんかしてもらってるんですか？なんかしてない。あんま物事を頑張ろうと思ったことなくて、私が頑張ってる人を近くで見たら、あ、私も頑張らんのなって思わせてくれてるんで、いつもほんまにすごいなと思ってるんで毎日。言ってましたね。でもめっちゃ言ってくれてて、こんな毎日めっちゃ気持ち伝えてくる彼氏みたいな。飛んでませんように。暗いかな、帰ったら。うわ、雨降ってる。よく雨降ってたらあれなんですか？いや、今日帰ってご飯行く前に自転車の練習しようと思ってて、上の子の約束してたからしたかったんですけど、暗くなってそうな気もするけど。なんでこの時間なんですか？ちなみに
いやもうちょっと早く帰ろうって思ってたんですけど、アフター行って帰って寝て起きてバタ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 しながら用意して今です。お子さんと約束もしその時点でされているんだったら早く切り上げようとかはなかったんですか？基本アフターあんまり行かないんですよ。昨日はちょっと切り上げれなかったですね。一人で行ってたら全然抜けるんですけど、ヘルプでついてもらってた女の子がヘルプから場内になったんですよ。違うアフター行ってる時もずっとその子いてくれてて、場内の女の子がまだ帰ってないのに指名の私が先に帰るわけにはいかないじゃないですか。そういうもんなの？なんとなくなんか悪いなって思っちゃうから。着いた、ありがとう。暗いですよね。開けて、ちゃん。家の鍵忘れたんですよね。家の鍵忘れた。ママ、悪い。なんでシャツなん？運動ってシャツがあったの。挨拶してこんにちはって。こんにちは。これ何が全部すごい。これ全部がすごい。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 こんにちは。こんにちはって。こんにちはって言って人見知りで人見知り出てるわ。でももうな、ご飯行かな、ちょっとやばいんよな、時間。6時からやから。ご飯行くって。やったやったぜ。行こう。ママちゃん、なんでそんな。リカちゃんのパズルゲットだぜ。リカちゃん、ごめんなさいね、なんかすいません。なんでそんな、あれな、なんでそんな恥ずかしがっとん。おお元気。いくつ今？4歳。もうすぐ5歳なんだね。もうすぐやね。行こう。何食べる？何食べる？なんでそんなんで泣く？なんで泣く？緊張した？緊張した？いいですか？どうぞ。全然どうぞ。好きにしてくれ。はい。お兄ちゃん、ちょっとラインします。ママ、うん。せーの、乾杯。あ、届かん。いいよ。え、もう一回。もう一回。次みんなで。そうやな、お兄さんは空いてないもんな。ありがとう。ありがとう。気遣い神ですね。乾杯しよう。乾杯、乾杯。乾杯。ちょっと待ってな。割と外食は多いんですか？日曜日はずっと外食で、私のお母さん、お父さんと私のおばあちゃんとかもみんな一緒にいて。おばあちゃんと一緒。ピクさんが何かこう作ることがあるんですか？ないです。肉全部食べた。ない。もう
実家帰って家で食べるとしたらお母さんのご飯食べてます。泊まる？エマちゃんの今日も明日もん？エマちゃんのお家ティナちゃんもティナちゃんも今日泊まるよ。ちょっとこそっと教えて。ちっちゃい好きな男の子？うん。ちゃん？どどと言うんや。くんどんな子やろ？くんじゃないよ、うそじゃん。誰誰？下。めっちゃかっこいいやん。え？が好きなん？保育園の子やで。もう友達は。ママが入って。把握されてるんです、保育園の子。ある程度知らない子もいるけど。ほぼ。なんか仲いい子とか、なんかよく名前出てくる子とかは、わかります。娘さんがキャバクラ嬢されてて、パーソナル的からするとどういった感じになるんでしょうか？最初はほんまアホかって、親の立場からしたらやってほしくない仕事やね、本当はね。働き出して 2,3 ヶ月後だったかな。私内緒にしてたんで、子供らお昼間保育園に預けて、夜も保育園に預けてたと思うんですよ。それ聞いて、24時間保育園じゃないですか。でもかわいそうだし、もうみんなしゃあないなと思って、多分自分もしんどくなって言ってきたやと思います。背中を押そうと思ったきっかけって、やりたい理由はお金貯めて、自分が今の仕事辞めても子供2人を育てれる分は貯金したいっていうことで、もうそれやったらもう頑張りみたいな感じで押す感じになってきて、それにシングルマザーじゃなかったら多分まだアホかのままや。シングルマザーだから、まあ、ちょっと押してやろうかなっていう感じ。仕事を理解してきたらすごい仕事やなとだんだん思ってきて、やっぱり相手がいるから会話を続けないとダメじゃないですか。お話とかってされたんですか、説得するときに？しないです。 YouTube とかテレビ見て、私には絶対できんなと思って、今も応援してるんですか、その仕事に対して。奥さん今もうぶっちゃけた本音で、本音応援というか、もう早くお金貯めてやめてって感じ。目的を達成して、もう子供と一緒になんか思い出作ってほしいなとは思ってます。今は締め日の時点で1位で、で今日どうなるかって感じです。遠隔でシャンパンを乗せてくれて、YouTube って見られました？あの出てたやつ見ました。子供がなんじゃろんって言ってママや言いながらどうでしたみたいな感じ。見た感じは頑張ってるなって感じ。コメントとか見ました？ YouTube。 あー、コメント 見ました。見たんですけど、別に、まあ、普通は子供かわいそうやなとは思うでしょうね、みんな。子供は寂しい思いしてるんじゃないかとか、うんうん、こうもっと子供の時間大事にしてほしいとか、
を見て、なんか思うことってありました？いや、なんか私も今でもまあそうやなって思うし、あのコメントに対して、うん、子供の時間って大事やなって思うし、うん、夜食する前に私もめっちゃ偏見あって、夜食に対して夜働いて子供の時間どうしてんのとか、うん、なんか夜食してる人に対して正直思ってたんですよ、うん、私がシングルになる前は。家にお金がなくて共働きしてて、結構心の余裕もなくって、今考えたらなんであんなんで怒ってしまったんやろみたいなこともあって、子供に対して長時間働いて、なおかつ低賃金で心の余裕のないまま子供と接するよりも、今は子供と過ごせる時間が少ないかもしれへんけど、まあ、短い時間で、まあ、結構稼げる仕事じゃないですか、ね、楽な仕事じゃないからあれやけど、まあ、バッてお金稼いで自分の心に余裕持って子供らと接して、なんか全力で子供らがしたいこととかもできる余裕があった方がいいかなって思って。今見てもらってるじゃないですか、うん、ここで昼食をするっていう選択肢ないんですか？結婚する前からもうずっとお金のことで助けてもらってて、だからなんかもう親にお金の面では絶対頼りたくないって思ってたんで、うん、今まで私がホームステイ行きたいとか、うん、ここの国で勉強したいとかしたいことずっとさせてもらってたんで、うん、私も子供たちにしたいことは絶対させてあげたいなって思うし、お金がないからって言って我慢させたくないから、うん、これは言っていいのか分かんないですけど、うん、今日ご飯行ったじゃないですか皆さんって、はい、で、ミクさんがお手洗い行ってる最中に、うん、これはちょっとやっちゃいけないなって思いながら自分でお子さんに寂しいって聞いたんです。ママのこと好き？うん。寂しくないの？1週間に1回で、うん、寂しいよ。寂しいんだやっぱり。毎日会いたい？うん、毎日会いたい。どうですそう思って？まあでもそうですよねとしか言いようがない。うん、なんか、寂しいやろなって思うこともあるし、本当に最初はなんか周りに子供がかわいそうとかめっちゃ言われてて、でもなんかそれって子供がかわいそうって正直他人に言われたくないですよね。なんか子供の気持ちは子供にしか分からへんし、確かにそうやって言ってたにしろ、私のお父さんとお母さんが寂しい思いささんとこうって思うぐらいめちゃくちゃよくしてくれてるんですよね。なんか寂しい思いさせてるなっていう、時もあるけど、でもなんかなんて、そんなみんなにかわいそうかわいそうって思われるほどかわいそうな子ではないと思うんですよね。かわいそうって思われてる方がかわいそうな気がするんですよね。コメントもなんか全部結局はお前に何がわかんねん、まあ、見た人はそう思うやろなっていうのもわかるけど、何も知らんやんってなるんですよね。この家庭も何もかも。100万いかないぐらいです。今はちなみに、今は前のお店から平均100万は上がってます。子供とおるためにお金稼ぎたいから働きに行ってんのにナンバーワン取りたいとか何言ってんのみたいな、っていうコメントも見たんですけど、
まあ確かにそうなんはそうなんかなって思うけど、うん、頑張るためにも目標がないと私頑張れなくて、うん、まあ、一番の目標は子供たちと早く一緒におることやけど、でもそれだけやったらなんか仕事に対しての目標がないって言ったらいいんかな。お客さんに、なんかミクってキャバクラ終わった後どうやって収入得ていくんみたいな言われて、したいこと見つからへんって言ってた時に、今は SNS の時代やからとりあえず SNS 始めてみたらって言われて、毎日投稿してその日から、うん、ただでさえ遅く帰ってきとうけど、昼前ぐらいに起きてブワーって準備して写真撮りにだけ行って帰って、服着替えたりしますもんね。服着替えて撮って、 SNS 上ではキラキラしてたいしって思って SNS ずっとやってて、この2年ぐらいシングルマザーだけど、ミックちゃんのインスタとか見てたら遊びに行ってばっかりみたいな書いてるの見たけど、まあ確かにそれはそう思うやろなみたいな。シングルマザーとしてのブランディングやったら間違ってるかもしれへんけど、 SNS のブランディングとしては成功してるからいいかなと思って。今日お子さんとの自転車の約束があったわけでもこう朝10時までアフターに行かれてたわけじゃないですか、うん、その子供かお客さんどっちが大事なのかなっていう。それは絶対子供ですね。もうお客さんにも子供おることを多分ほぼほぼ知ってるし、私がちゃんと時間配分できてなかっただけで、お客さんは理解してくれてるから、私が帰るったら多分いいよって言ってくれる方ばっかりなんですよ。お客さんも大事やけど、やっぱりどっちかって言われたら子供ですね。前さ、ママとさ、ディズニー行ってきた、うん、このカバン、ディズニーの、ねえねえ、旅行とかも行かれるんですか？ディズニー一人で連れて行ったんですけど、そう、それめっちゃ大変やったな。めっちゃ楽しい。めっちゃ楽しかったな。楽しかったな。下に下ろして。ママ大好き。はい。次ね。ママも大好き。ねえか。大好き。もう喧嘩するんやったらやめや。危な。もうあかん。もう無理。もう無理。もう無理。もうあかん、だって喧嘩するもん。お子さんのために今仕事されてるじゃないですか、うん、その目標の金額に達成したらキャバクラを辞めるんですか？辞めるかな。辞めますね。もう、うん、早くお金貯めて辞めたいって言っていいか分からんけど。そこなんですよ。一応お金貯まるじゃないですか。なったら、でもたまあるけど、小学校上がるまでに正直やめたくて、今保育園のこととかも結構頼りきりやから、小学校からはほんまに自分で私が全部把握してやってあげたいなっていうのもあるから。自分の目標の何パーぐらいなんですか？いや、でもほんまにまだまだですね。